このスプレーはね、もう魔法のように取れるんですよ。まさかあなたの大事なジャケットこんなハンガーにかけてませんよねと。はい、本日はですね、洋服のお手入れ5選をご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、いつもね服のレビューばっかりしてるんですけど、その服を大事に扱ったり長く持てるようにするにはこのお手入れっていうのは欠かせません。で、その中でこのご手入れの、5選はね、皆さん持っといてくださいねという、そんな高いもんじゃないんで皆さん持っといてくださいねっていうお話をしていきたいなと思うんですけど、まず一つ目っていうのはですね、これ意外かもしれないですけど、僕のね視聴者さんってアウトドア系のね洋服持ってはる方多いんですよ。ダウンジャケットだけじゃなくて、こういったねナイロンジャケットも持ってるよって方多いんやけども、これ持ってる人にはとにかく持っといてほしいっていう、今まで僕動画で言ったことないやつがあるんですけども、それが何なのかというと、皆さんにこちらズドンって今見ていただいてます通り、こちらのスプレーでございます。で、このスプレーはね、何のスプレーなんですかと思う方もいらっしゃると思うんですけど、特にナイロン系のこういったジャケットを長く使ってるとちょっとシミ出てきたりするでしょ。なんか、あ、ジュースこぼしちゃった、コーヒーこぼしちゃった、で、女性の方だとここ化粧ついちゃったとかね、もうなんやかんや汚れがついてくるんですけども、ナイロン系の汚れってめちゃくちゃ取りづらいんですよ。そん時に使えるのがこちらのスプレーということで、このスプレーはねもう魔法のように取れるんですよ。でね、めちゃくちゃ便利な反面、ただ傷みやすいっていうところもあるので、あんまり多用はしてほしくないんやけども、年に1回ぐらいこれ使うのってめちゃくちゃよくてね、僕もちょこちょこ気になるとこはやってます。でもね、結構僕なんか汚すんですよ、服とかのねこの前らへんのとこ。なんかもう冬場とかで鼻水したりとか、なんか咳したりとか、わっきわからんことでめちゃくちゃ汚いんですよね。だからよくそのスプレーでね取ったりとかしてますので、取り方はね今度動画で作ろうと思ってますので、ナイロンジャケットの洗い方で、その時に頑固な汚れはこうやって取るんですよみたいな感じのをね、またやろうと思ってますので、気になる方はね見ていただきたいなと思います。もうほんまね、これはね魔法のスプレーなんで、ぜひぜひ持っといてください。そして気になる方はまた動画見てくださいということで、ね、お伝えしておきました。で、その次がですね、こちらの仕上げスプレーになりますね。これはたびたび動画でもお伝えしてるんですけども、これもナイロン系のジャケットにめちゃくちゃ相性いいです。で、これは何の効果があるのっていうと、この下の絵にもあるみたいに撥水の加工をしてくれるので、例えばダウンジャケット新品で買いましたっていう時なんかも、こうやってねシュッ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 って振ってあげるだけで撥水の加工もできるし、さらに汚れも、つきにくくなると。すごい便利じゃないですか。まあ臭いけどね、これボンド臭するからめちゃくちゃ臭いけども、まあいいじゃないですか。もうこういったジャケットもそう、ナイロン系とかはとにかくこれ振っといてください。で、シュッシュッシュッって振っといて、まあ臭いんやけども、すぐこんなん乾いたらなくなります。で、つけすぎたなと思ったらティッシュとかでこうやってバーって拭いといてあげればね、これだけでコーティングできるんですよ。で、新品の時だけじゃなくて、何回も着用していったら撥水がねどんどん水はじかんくなってきてベターってなるでしょ。傘とかもそうやけど、そういう時なんかはこれピピって振ってあげるだけでね撥水が戻りますので、めちゃくちゃおすすめなので、新品時もそうやし、使いこなしてる時もそう。ただ注意点としてはね、ナイロン系は使えるんですけど、こういった天然素材、ウールとかコットンとかそういうのには使えないんですよ。で、まあ使われへんっていうことはないんやけども、それ用の洗剤じゃないのであんまりコーティングしてくれないんですよね。で、なんでそんなことが起こるんかっていうと、そもそもこのナイロンの方っていうのは人工的に作られてるやつなんで、めちゃくちゃ一本一本が同じ大きさで一本一本作られてるから、綺麗にこうシュッてやるだけで綺麗につくんですね。ただこういう天然繊維のものってやっぱり一本一本太さが違うかったりするので、デコボコ感があるのが風合いになってくるんですけど、そういうところにこれかけても、それはそれでね天然素材用のやつがあったりもしてるんですよ今はね。だからそういうのにはそっちの方がいいんやけども、まあ基本的に天然繊維のジャケット持ってある方って少ないんかなと思ったんで、でまあ普通天然繊維のもんって洗えますしね、パーカーとか T シャツが洗えるから、まあそこまで気にせんでいいんかなと思ったけど、まあこういったダウンとかもねそれ用にまたあったりするんで、それはそれでまた話するとして、まあ一般的にはねこのニクワックス1本あれば、ポリエステル系もナイロン系もいけるんで、これは絶対持っといてくださいねと、株式会社エバニューさんがね出してるということで、このエバニューさんはどこでやってる会社なんですかちょっとわからないですけども、日本の会社なんですけどね、全然案件来ないですけども、まあそういったことでよろしくお願いいたしますと。そして次がですね、やっぱ革製品持ってある方、もうこれも本革なんですけどね、これいつも置いてるのこれ何ですかって言うんやけども、これ本革のねバッグです。昔のクラシックなバッグとかあるじゃないですか。で、その中に入ってあるんやけども、まあこういったね革のオイルのやつ、手入れのやつっていうのは必ず皆さん持っといてくださいと。っていうのもやっぱり財布であったりとか靴であったりとかって皆さんこう持ってはるじゃないですか。で、まあオイルに関してははっきり言って何でもいいです。革用のオイルやったらそれでいいし、でブラシもね、まあ、僕はスローのやつ使ってるけども、こんなもん何でもいいです。で、最後にね革にもこういう仕上げのね、防水スプレーっていうのがあるので、これパーッと振ってあげるだけでちゃんとコーティングしてあげるんですよ。とにかく大事なんて最後の仕上げなんですよね。だからパーッて綺麗にするのとか洗濯するのはいいけど、最後じゃ仕上げしてるんですかって言ったら、大体その辺皆さんされてない方が非常に多いので、まあ、ちゃんと仕上げまでねしてあげようということで、この革の手入れのやつはやってくださいと。やらなかったらどうなるんですかっていうと、簡単です。ただひび割れしてくるだけということで、バキバキにひび割れしてきて、人間もそうじゃないですか、化粧水してへんかった
ったらね、この辺なんかシワだらけになってきて、シミだらけになってきたりするじゃないですか。あれと一緒で、手入れせんかったらただバキバキになるだけ、手入れしてたら長く持つっていうだけの話なんで、まあ、そのオイルはねあったらいいんじゃないかということでお話しさせていただいて、でその次がですね、まさかあなたの大事なジャケットこんなハンガーにかけてませんよねと、こんな思いっきりむき出しになってるようなね、この辺にあるようなハンガー使ってませんよねっていうことなんですよ。で一番これであかんっていうのがね、レザーです。レザー系は絶対こんなことじゃダメです。もう革肩だけ伸びるからねダメですし、まあダウンとかもねあかんっていう人いてるけど、まあダウンに関してはどっちでもいい。はっきり言って、まあここちょっとダウンのね綿がここだけない状態になってるんやけども、後でこういうのを復活させようと思ったらね、まあ戻るっちゃ戻るんやけども、レザーとかは一回伸びちゃったらもう終わりなんでね、レザー系は特にこういう型をね守ってあげるようなやつをね使ってください。僕はよくこの中田ハンガーっていう、確か兵庫にある会社やねんけども、この中田ハンガーをね友達の結婚とかのプレゼントでよく渡してます。で前にね刺繍も入れるんですよ。でこれ卓造 YouTube って書いてあるけども、まあ、これがだいたい1本 4,5,000円ぐらいしてね、まあまあそこそこええやつなんやけども、ハンガーで 4,5,000円って自分では買わんじゃないですか。だからプレゼントされて嬉しいかなと思って、結構これプレゼントでもよかったりするんでね、洋服を好きな方にね送ってあげてみてください。っていうのもここにあるモンクレール買った時のハンガーってねこの程度なんですよ。モンクレールのハンガーってこの程度やけども、あ同じぐらいか、同じぐらいなんですけども、やっぱ木やからね、その分経年変化とかもないし、この劣化がないんですよね。これとかってやっぱポキッと折れるんですけど、まあ、これは折れたりしないんでね、まあ、もし大事な方とかいらっしゃったらね、こういうのをプレゼントするっていうのもいいんじゃないかなということで、下に全部リンク貼ってますのでね、気になる方は見てみてくださいと。パトラスとかのがもうちょっとひどいの使ってるかな。そうですね、このパトラスのハンガーもね買った時ついてくるんやけども、まあこれでもいいけども、やっぱりこういうね太いハンガーの方がいいですよね。これの細さよりも、まあ、これぐらい太さあった方がね、より守ってくれるんじゃないかなと思ったりしますけども、ハンガーは大事。っていうのもね、男性ってね釣った魚に餌あげないんですよ。とにかくねデートする時なんかは必死こいてね、何が好きかなとかで調べたり予約したりいっぱい下見したりするんやけど、いざ付き合ってみたらなんかそんなことそんな面倒くさっていいなってなるでしょ。結婚なんかしてみてください、もっとなりますからね。ほなもうなんかわざわざそんなことするために出かける必要あるとかね、そんなちょっとそこ出るぐらいからこんな服でええやんとかってなってくるじゃないですか。だから男性どうしてもねこう買っちゃったらもうそれで終わりっていう人多いんやけど、まあ、買ったら買った後大事にしようよと、釣った魚にも餌あげていってくださいねっていうのがねこの動画になっていますので、そんなことになっていました。でその次最後がですね、何かというとこちら洗剤なんですけどね、洋服洗う時っていうのは基本的に何でもいいと思うんですけど、気をつけないといけないのがあるんですよ。でそれは何っていうと、さっき見てもらったようなこういうダウンジャケットとか、あとはニットとかね、そういうちょっと気をつけた方がいいのっていうのが中性洗剤で洗うわけなんですけども、中性洗剤で洗う時にアウトドア用の洗剤いろいろありますわ。グランジャーズとかね、ニクワックスとかいっぱいあるけど、そんなもん全然使わんでもいい。それよりも僕は MR を推奨します。なんでなんかっていうと、成分的に考えるとそんなに違いがないからっていうことと、アウトドア用って使う時限られてるじゃないですか。まあこっちに出しますけどもね、アウトドア用の洗剤っていつ使うんですかって言ったら、まあ年に1回か2回使うかなってなるんやったらね、それだったら MR でええやんって。 MR やったらもう毎月別に使えるし、他の家族用の洗濯とかでも使えるから。僕はついこの間ね、ダウンジャケットの洗濯をね、自分で一人でやってたんですよ。正月暇やったからね、動画も撮らんとね、最初一番で言ったスプレーでね、シミ取って、でその後洗剤でやってたんですけど、その時ダウンジャケットって中性洗剤でやらないとダメなんですよ。ニクワックスも試したことあるし、グランジャーズも試したことあるし、いろいろ試したんですけど余るんですよね。そんなもう普段使わへんから。しかも1本1500円ぐらいする。 MR はだいたい300円か700円、値段が安いからって意味じゃなくて、使うのがこっちの方が使う頻度高いんですよ。でグランジャーズはもう1年ぐらい放置してるから、次中開けてみてください。これ腐ってないかなっていうような感じになるからね、それともったいない。1回の洗剤にそれ使うんやったら別にいいんやけども、余っちゃうともったいないじゃないですか。だからそう考えたらね、まあ、MR が一番いいんちゃうかなと思って、まあ、成分的に考えてもこれで十分やなと思ってね、まあ、僕は MR を押しております。普段の洗剤とか普段の洗濯とかは自由なやつで使っていけばいいと思うんですけど、まあ、こういったねシャツとかもそうですよね、まあ、これポリエステルのシャツやから普通の洗剤でいけるんですけど、まあ、コットンのシャツとかやったらあんまり洗濯機でぐるぐるぐる回しちゃうとシワできたりとか縮んだりするので、そういった MR とかでね手洗いしていってあげたりとか、おしゃれ着洗いしていくっていう感じになると思うんですけど、まあ、そういったことで皆さんね、洋服の手入れには皆さん気をつけていってくださいということになってました。まあ、僕が考えるのはこの辺りぐらいなんで、もっと細かくやろうと思ったらいろいろできますよ。洗濯するときに首のとこに輪ゴムつけて伸びひんようにとか、いろいろそんなことはできるんやけど、日常的にそんなことするんかって言われたら絶対せえへんじゃないですか。邪魔くさってしゃあないし、もうそれやったら俺も T シャツ捨てるわって思うから、それやったらまあ普段の日常の中で、まあ、これぐらいはせめて持っといてくださいよと。それ以上のことに関してはもう求めへんけども、まあ、僕ら男メンズチャンネルじゃないですか。男メンズチャンネルって大体めんどくさいことはやらへんしね、もう細かいことやりたくないんですよ。ほなまあざっと適当なこと
ざっとこう大まかなことだけやらせてほしいってなったらね、この5つ最初も言いましたけども、シミを消すスプレー、そして撥水の加工をする仕上げスプレー、そしてレザーの手入れをするオイルで、その次に特にレザージャケット系、レザーアイテム系にはこういったハンガー、太めのハンガーを用意してあげる。もちろんスーツもそうですよ。こんなもん肩ペタペタになってるやつやったらもうとんでもないしね、あんな肩こうやって上がってるやつと一緒に仕事してないなって思うじゃないですか。だからまあその辺はちょっと大事にしとこうと。で最後が MR、 これは中性洗剤でおしゃれやらするときはもう MR 持っときゃそれでええんよと。黙って MR 使ってたらもうそれで OK ってことなんで、 MR さん企業案件の方、お待ちしておりますということでね、こんなことをお話しさせていただいたっていうのが、洋服を大事にするためのお手入れ5選というところね、お話しさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。